はい、どうも、 YouTuber の安田です。今日はトリシティ120号の、カスタムの紹介をさせていただきます。はい、こんな感じです。今日は屋根もついてます。まあ屋根はちょっと特注で、まあこれちょっと自作ですけど、まあこんな感じで張っております。これは一回つけるのに、一回屋根を外してこれを挟んで後からネジで埋めております。こんな感じですね。続いての紹介は、昨日届いた、サンバイザーですね。風と雨を避けるバイザーです。Amazon で買ったやつが、これ、Amazon で買ったやつがバイザーですね。このバイザー、ボルトの穴を開けるのに1、2、3、4、5箇所穴を開けまして、それをぶっ込んだ感じで固定されております。そしてちょっと間違えて買ったのが、ゾロメーカーの、神戸で作っているゾロメーカーの、サイバーですね。これがここで1箇所2箇所にネジを外して埋め込む仕組みになっております。ちょっともったいないので二重につけてしまいました。まあ魚のエラーみたいな感じですね。まあちょっとエアロって感じしますよね。ちょっとかっこいい感じがします。これで雨と風を避けられることになります。なかなかいいと思います。続きまして、このパニアケースですね。これはちょっとネットで、探してはめたものですね。まあこれこういうふうにこんな感じで一回外してこれを食い込んではめたような感じです。ホームセンターでこういうのが L 型で売っております。まあこの屋根はバイク屋さんに頼んで、もともとこれバイクが中古で21万で、京都のバイク屋さんに頼んで、この神戸で作っている、ゾロメーカーに依頼をして出来上がったのが2ヶ月かかりました。そしてこれをぶっこんで、20万ぐらいかかったんですかね。でおよそ、このバイクだけで60万ぐらいかかりました。あとマフラーですね。これは朝倉っていうメーカーで、一回外してこれをはめてもらう、自分ではめました。
あと同じメーカーのエアクリーナー朝倉ですね。これも自分で頼んで、まあ、9000円ぐらいですかつけました。そしてYSS っていうメーカーのタイで作っているサスですね。これも9500円ですね。そしてマフラーですけど、お値段が2万3800円しました。まあお手頃の値段と思います。まあこの辺がちょっと油とか黒い排気がちょっと漏れるのが難点ですね。それではエンジンをかけてみましょう。スイッチオン。まあこんな感じです。それでは走ってみましょう。